ご視聴ありがとうございます。トロピオスカです。ハレリアメディアの一徹です。ハレリアの杉です。大臣です。ということで、いいでしょ、おたかの館長。このコーナーはですね、はい、いいでし界における、うん、オタクみたいなカードを紹介するコーナーです。まあ、我々のことですね、はい。じゃあ、早速いきましょう。というわけで、今回紹介するのはこちらです。カニバリア。カニバリア、カニバリア上天の商品です。カニバリア、そう、絵だけめちゃくちゃ有名、カニバリア。カニバリア、あのこれ系のカニシリーズ結構ありますよね。これはプレイヤーがクリーチャー呪文をプレイするときに一番払わないとパーマネント一つを生きる下げてしまえという感じのエンチャントになっておりまして、うん、カニバリアと呼ばれております。うん、なぜなら絵がカニだからです。絵がカニですね。ちょっと不思議なカニの形してるね。まあ、こいつね、なんかね、目どこなんだろうっていうか顔どこなんだろうみたいなね疑問がいつもあるんだけど、うん、このなんかハサミの下につぶらのなんかそのキューベみたいな目があって、うん、あ、ちっちゃいやつ、うん、これ目なのかなみたいな。で、目の下にだからちょっとふんふんみたいな感じのちょっと可愛い縮っぽいのがあって、そうですよ。あとこれ顔なのかなみたいな。顔にしてはファンシーすぎるで、謎のね、うん、カードなんですよ。まあいい、イラストいいね。うん、でじゃあ、いきますか。でイラストもいいんですけど、はい、まあ、今回はやっぱね、うざい。わが塩カードだね。これね、なんか見つけた時に、お、なんかいいデッチ使えそうだなって思って使うと、めちゃくちゃヘイトを買って、うん、一番先に倒されるということで、うんうん、あまりにも有名。あまりにも有名。ワンドローも別にできるわけじゃないから、うん、サンバーのエンチャントといえばリスティックの研究というものがあり、もろかぶりであるっていう。確か自分もでしたっけ。自分もです。自分もか。そう。で、プロパガンダは相手だけなんですよね。うん、サンマーです、エンチャントです、モロかぶりなんですよね。モロかぶりなので、なんか入れてみたはいいもののデッキ抜けがちなカードかなと思うんですけど、まあこのカードがね、やっぱ一番いいのはプレインズウォーカーを闘争者にしている時、うん、やっぱ自分はクリーチャー呪文全然プレイしない、相手だけプレイするって時に、相手がクリーチャーいっぱい出してくるとプレインズウォーカー守りにくいじゃん。そうだね。まあ、そうですね。って時に、まあこいつでちょっと一旦出すのやめた方がいいよ、うん、避けらないといけないよね、そのカード感じでちょっとね、妨害したりとか、うん、あとね、アウグスティン、四世大判うわぁさ、アウグスティンがやばい、どちらかと言われたら。まあ、アウグスティン置いてる時点で殴られるから、これ置いても関係ないから、ね、そう、アウグスティンで置いてる時点でヘイト値がマックスだから、もうこれ以上上がりようがないよねっていうことで、うざい、今日の置きまくるという、ね、プレイングもあるという。まあ、アウグスティンというデッキだからね。まあ、そうだよ、デッキのシステムの問題だからね。相手たちも重くなったりに、プラス1万払わないとパーマネントも避けられてしまうよっていうね。まあ、逆に自分はアウグスティンの能力でコストが下がってるから、うん、なんかトントンかもしれない。そうだね、うん、青白だったら 1だけお得になるし、だからもう本当にね、この世界が嫌になった時にね、このエンチャント使うといいかなみたいなみんなこの苦しみを味わわせる、うん、まあ、ちなみにここで紹介したいんだけど、全然青と白のカード、そういう類のカード多すぎるから、まあ、なんか書き集めたら、まあ、相当嫌だね、うん、ただ不快なデッキだね。そう、いや青白ね、なりがちなんだよ本当に、うん、そうなんだよね。まあ、普通になんかさ、その骨太のクリーチャーでプラスカウンターとか追加ターンとかでバックアップするみたいなデッキも結構あるんだけど、うん、まあちょっとひねくれすぎるとこういう部分を集めたくなってしまうので、ということでカニバリアでした。はい、カニバリア。はい、一徹さん、はい、どうぞ。ちょっと久しぶりにコジェリック野郎的土地カード紹介。久しぶり、ずっとじゃん、いつもじゃん。半年ぶりぐらいの感覚なんですけど、不吉な墓地です。半日ぶり、半日ぶり、半日ぶり。ちょっとカードを話したい。はい、どうぞ。はい、こちら、はい、はい、不吉な墓地です。はい、はい、こちらドクターフーで登場した土地で、うん、タップすると無色1点が出せるんですけど、強い強いでしょ。おぉ、アンタップインで無色マナが1点出る。おぉ、強すぎるわ。まずこっからスタート。ハードル下がりすぎだね。一徹さんの紹介する土地で、マジ土地でなのにマナ出ないこと多すぎて。そうそうそう、あれなんか別にコジック土地紹介しなかったでしょ。あれはあれは土地紹介だったんですけど、まあこれはその土地さんにも入ってますね。5マナタップでこれを追放すると、うん、ターゲットクリーチャーをオーナーのライブラリーに加えてシャッフルさせるという、あ、除去能力を持っている。いつでも使える。なんかいつでも使える。前もこういうカードあって。あの、アンダーダークの作品。そう、アンダーダークの作品。あれは4マナタップと自身のサクリファイスで、うん、クリーチャーかエンチャントかプレインズウォーカー。めっちゃ触れるじゃん。を D10。10面ダイス振って、その結果の上から順番のところに入れる。まあ、6が出たら6番目に置くって、ね。そうそうそう。やつだったんですけど、あれ、ソーサリータイミングだったんです。あー、なるほどね。これ、なんとインスタントタイミングで起動できる。おぉ。5マナタップ。5マナタップ。計6マナ。お、構えておかなければいけない。まあ、茶壇だからね。ありがちな場面として、うん、その、まあ、例えばアンダーダークの裂け目がありましたで、これで相手のアウトを除去できる、除去できれば自分がこじれくださりするみたいな時に、でも5マナタップを操作タイミングでやってる時点で、うん、もうアウト除去できてもそのターン6に行動できないことが多かったんですよ、うん、まあ、それでもやらざるを得ないんですけど、その時これちゃんと5マナ構えておいて除去して、で自分のターンに入って5マナマックスで使える、うん、っていうことができるんですよ、うん、アンダーダークの作品と違って、うん、これは素晴らしいです。まあ、欠点としては石のような静寂には触れないんですけど、うん、
でもアンタップインでちゃんとマナが出て、うん、インスタンタイミングなんで、コジレックってコジレック出た後この呪文なんか唱えてもそんなに影響ないけど、持っとけば打ち消しになるかもなってことで、うん、マナがいっぱいあるんだけど何も唱えないみたいな局面、はいはい、まあまああるんですよね。でそこに賢者の居留地とかを一緒に置いておいて、何もなければそのままドローしていって、うん、よりコントロールしていこうっていう発想になっていくんですけど、そういう時にこれもあると非常にお得。除去もいける、除去もいける、うん、あと無限マナが出た時に、うん、これで自分のコジレックを除去して唱え直してドローするみたいなことも一応可能なんですね。はいはいはい、はい、うん、そのライブラリーに行くっていうのを洞察力に戻すに置換してもう一度唱え直すということもできる、うん、これすごいんだ、これ本当に皆様すごいんです。お次になりましたか。そう、そのコジレックカードというのはね、いかに青フと石ような静寂とヌルトを除去できるカードです。そうこれ本当にすごい。俺ツイッター一徹さんのやつ監視してる時、うん、あのこいつ出る時めっちゃ怖くした、ね、こうめっちゃウキウキしてたとこだけ覚えてる。ウキウキしてました。コジレックカード来た、もうこれでもコジレック世界最強やって言ってた。それに比べてアンダーダークはって、それに比べてアンダーダークは勝つやん。愛の話。いや、まあ我々そんな感じましたよ、ツイッさんの温度感。まあアンダーダーク抜きはしてないけど、もちろん、はい、まあもちろん入ってるんですけど、やっぱりインスタントタイミングで起動できるってのはやっぱ圧倒的ですね。こういうのがあるからな、コラボセットは見逃せねえんだ。いやそうなんだ、ね、そうなんコラボセットなんか土地だけ結構ね、なんかそのそしっかりゲームシステムと関係ないところに関わってくるカード多すぎて、うん、結局見るちゃんと。そうドクターフートのコラボセットなんですけど、不吉な墓地っていうことで全然ありそう、まあ、全然再録できそうな雰囲気ではあるんですけど、まあ、今のところそのドクターフートやっぱり英語版のカードが市場にいっぱいあるんですけど、うん、日本語のカードは全然なくて、日本語で揃えたいっていう人はまあ結構手遅れ感があります。手遅れ、そんなことはないけど、そんなことないですか。そんなことはないけど、そんなことないらしい。でもサージホイールに関しては、いやそんなことないと思う。サージホイール多いよ。だってコレクターブースター開けたら何枚出ると思ってんだよ。ちなみに一応ね、アンコモはね出にくい。そうだ、そっか、逆に出にくいんだ、まあ、そう、アンコモは出にくい。あのレアとかは確定で入ってるんだけど、このアンコモはその1枠しかないから確か。なるほどね。うーん、というわけでコジレック野郎、ぜひ不吉な墓地、今のうちとは言いませんけど、めっちゃ強いんで、まあ今日にでも買った方がいいです。なるほど、まあ強いから、ね。以上。はい、じゃあ続いて、スギちゃん。多分強い、うん。はい、僕ですね。僕はこちらですね。早雲の踊り手。ああ、いいカード。これはですね、いいね、懐かしいね。多分一徹さんはなんじゃこれみたいな顔をしながら見てて、俺とか大塚さんとか、大神は頭の中にこのエスパードラゴンみたいな、この横にシルブがあるといるんだよなーって。サイドによく入ってんだよなーみたいな。おじたいとかいるんだよなーって思う。おじさん、曲効果見てる、偉いよ。見てて、はい、こちらですね。まず飛行を持ってるクリーチャーで大変異っていうメガモーフっていう、はいはいはい、1回しか出なかった謎のシステムなんですけど、うんうん、今回の、偽装とかみたいに変異プラスでもう一つ能力があって、コストを払って表にするときにプラス1カウンターを乗せて表にできる能力を持ってます、うん、でこいつはじゃあ何をするのかって言ったら、こいつが表になったときにあのインスタントかソーサリー1つを対象にしてそれを打ち消すっていうそのカウンターを持ってる、うん、はいはいはい、カードなんですよね。単純に2マナ2-1フライングっていうのが、まあ、当時のスタンドで結構、まあ、そこそこ強くて殴れたりとか、あとメガモーフすると3-2でなおかつ打ち消しを持ってるカード、うん、優秀みたいな、結構アタッカーとしてね。そう、まあ、こいつじゃあ実際何に使ったのかっていうと、そう、僕が統率者にあの最高機構長っていうそのまた出てきた、文句サイアンドコーヤローサイアンドコーヤローがいるんだけど、まあ、そいつはですね、あの文句とそのアドバイザーとあの交渉をサポートするから、あの文句枠を使いながらサポートできる、かつ打ち消しができるよっていうカードで、あとなんかあのああいうデッキでなんかカード1枚裏にしてスッて置くと、マジでなんだかわからなすぎてみんなこう、確かに2回食らわないと覚えてらんない、そう、マジあれなんだみたいな感じになるのがちょっと楽しくて、まあ、ただデッキに入りやすいのはやっぱ新しく出たバニファールみたいな、その手札からポン置きして偽装して、でこいつを表にして打ち消しもできるよとか、昔逃走したデッキでサポートをいろいろすられたそのカディーナっていうのも、そう、カディナっていうタダモーフできるやつ、うん、とか、最近だとね強いのはドクターフーのミッシーっていう闘争者なんですよ、うんうんうん、グリクシスカラー の、 あのレジェンダリークリーチャーなんですけど、そいつは自分の場の表のクリーチャーが死亡すると裏向きのサイバーマンとして場に出すっていうそう能力を持ってて、裏向きをしてサイバーマンとして出るんですけど、その裏から表にするっていう能力はないんだけど、こいつは自分の能力で表にする、あ、大変、うん、その大変異の能力を持ってるから、あの死ぬと表になって打ち消してまた死んで裏になって戻ってきてる、いつも見える打ち消しが、そう、鬱陶しいムーブできる、うん、昔はねアニマーとかねよく使って、うんうん、あ、そうっす、アニマーアニマー変異がねタダモーフだからね、変異軽くなるから、クリーチャーコスト軽くなるから、うん、変異のコストも軽くなってゼロマーで置けるヒュッてポン置きしてカウンターしてるみたいな、うん、
確かに兄はめっちゃ毛布使ったわ、うんうん、回収の大変異とかも、あ、そうそうそう、スミカの防護じゃない、そうだ、うん、そう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 、スミカの防護じゃない、いいね、そう天ぷらね、複数枚入れるとちょっとあの相手が分からなくなっちゃう、そう、混乱してくるから、うん、マナが出るやつか、打ち消しとか、アーファクトエンチャント破壊するやつも、アイノクのなんちゃらってやつがいる、ああ、いたね、あ、そう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 、あいつも使ったりしてた、あいつのシャーマンだからね、あのさ、全然違うシャーマンデッキとかに入ったりするこっからもうまたタルキリルに戻るでしょ、あ、そうそう、来年ありますから、ね、まあ、タルキリルはね、また毛布の可能性あるから ね、うん、ちょっとでも毛布と偽装同居するのやめてほしい確かに変装変異同時ちょっとやだ、こいつは5本あります。こいつはないです。こいつはないです。で、なんか、で、こいつはオロテになります。そしてこいつは大変プラス1カウントです。全部同じじゃないですか。よく言おう。本当に増えたね、マジで。ただなんか、ちゃんと、やっぱその、新しいセットやった見た時も思ったんですけど、うん、ちゃんと裏向きのカードを表にするっていう行動だけを参照にしてるから、うん、その、うん、こういうその、毛布も偽装も同じデッキに入るのはやっぱいいですね。うん、そう、ちゃんと、よく作られてますね、うん。というわけですね、こちら、早雲の踊り手でした。うん、はい、はい。じゃあ続いて大臣。私紹介するのは、こちらです。正体分配機、うん、名前可愛いんじゃないですか、うん、前のハルポのちょっと使ったんですが、うん、まあ、能力ですね、5マナのアンチファクト、うん、軌道が能力で白ついてるんで、ちょっと白が入ってる時しか使えないですね、残念、構築物で自分のエンドステップに、これ以外のクリーチャー2体コントロールするとき1ドローします、うん、で白1マナ変えて4マナ払うと7-1の無色のソルジャーアンチファクトトークンを作成する、うん、と蘇生、うん、蘇生で4マナ白白無色2でついてます、うん、というマジでタタ強カードですね、うん、なんかでも地味じゃない、いや地味地味だけど地味だけどマジで白単とか赤白で、うん、もう効率めちゃくちゃいいんだよ実は、どういうとこがいいの、まあ、ドローができる、ドローができる、起きドローそう、うん、そう、いやもうちょっと最近白がちょっとドローできるようになったとはいえ、うん、効率悪いじゃん、あの条件が厳しいんだよ、うんうん、正直こいつ、いや条件ゆるゆるだなと思う、2体いるだけでいい、そうそうそう、うん、あの無色だからね、俺もなんかたまに使ってみたら別にソウルインクとか、ま、マナクリップとか置いて特に何もできない時、うん、こいつが一番最適です、うん、マジで簡単で出して、あの2万の土地とかね、墳墓とかでいっぱい入ってるのがマジですぐ出るんだよね、うんうん、でクリーチャーもここから量産できるし、なんだら死んでも一回ゲームメイトできて、うん、またワンドルできるという、うん、ただ美味しい、まあね、全く見てなかった当時、うん、そうだね、なんかそう、あそうだね、プレビュー当時も全く見てない、なんか神話なのに、え、構築でもそうでもないし、統率者でもなんかそうでもなさそうだなみたいな感じのイメージがすごいあった、俺もデッキ組む時、うん、家の中にあるカードあさるじゃん、普通にこれ眠ってて、うん、何これ神話レアが強そうだなと思ってちゃんと見たら、うん、え、ちゃんと強いじゃん、うん、で使ってみて、いや案外強い、ほんま強い、出しやすさあるね、多分、うん、いやめちゃくちゃ、なんかワークショップだったらかなりずるいのは、うん、そうですね、なんか白茶炭とまあめちゃくちゃ弱いと思うんだけどいやオズワルドフィールドベンダーがいるから、そうオズワルドフィールドベンダーならこれをサクって押しの率をバーンうざすぎる、うん、蘇生から蘇生があるから、そうそう、蘇生したやつをオズワルドフィードルベンダーでまた飛ばしてみたいな、まあ、ダリアの話をすると、ダリアって白白は出るけどそれぐらいしかシンボルがなくて、うん、ちょっとその、あまり白が入ってるアクションがいっぱいできないこともあるんだけど、無色だから意外に結構できるから、ね、うん、そう、みんなの好きな白単純なのにこいつ入れたので全然文句言わないと思う、エーデリンとか強い、めちゃくちゃいいカードだよ、エーデリンだから簡単にいっぱい横並べるからね、うん、めちゃくちゃドローできる、うん、やっぱね、毎ターン2ドローのゲームに全然違うからね、うん、そのリソース、白は特にそうだ、そう、リソースがない白が入ってる、赤石のジェネラルもそうだし、赤石もそうだ、あれミノータはちょっと厳しいかな、ミノータはちょっとね、重たいね、そう、でも構築物だからね、これが人間だったらね、これが人間じゃない方がいいと思う、あ、でも人間だったらもう入れるわ、これが人間で、あの能力で作れるトークンが人間じゃないから100点なの、たぶん、あーない話してる、もうその話してる確かに全然今のうちではないんだと思うんだけど、まあ自分の白単ジェネラルを強化したいならこれを一番とりあえず入れてみればいいかなと思います、うん、はい、というわけで今回はこちらのカードを紹介してきました、よかったら皆さんも使ってみてください、というわけで、よかったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします、というわけで、トロッピーお疲れでした、アレリアメディアの一徹でした、アレリアの杉でした、大臣でした、また次回、バイバイ。